マセラティ目黒の平野でございます。今回は雑誌マジロとのタイアップ企画が決算時期のプレミアムカー特集ということですので、読者の皆様にぜひお勧めしたいこちらのお車マセラティクワトロポルテを今回はご案内させていただきます。まずはクワトロポルテのヒストリーやグレード構成などを解説いたしましょう。マセラティクワトロポルテの歴史が始まったのは今から半世紀以上の前の1963年のことでした。少量生産の小さなメーカーからグローバルな中規模メーカーに躍進するための戦略モデルという役を与えられたのがクワトロポルテだったわけです。当時フルサイズのラグジュアリーサルーン市場ではメルセデス・ベンツとジャガーの2強が圧倒的な力を持っており、まだ新興企業だったマセラティがその2大メーカーの間に割って入るのはさすがに難しかったようです。それでも都会的でスタイリッシュなボディを持ちながら高いスポーツ性を持ったサルーンという強い個性が功を奏し、徐々に世界中のセレブに受け入れられていったといいます。ちなみに販売台数が増えていく中でショーファードリブンとしても使えるスペースユーティリティと、もっとラグジュアリーな室内をスポーツカーに負けない動力性能をという顧客のニーズに応えるため1966年に誕生させたのがよりカジュアルなスポーツクーペの初代ギブリです。以降クワトロポルテはショーファードリブンとしても使えるフラグシップサルーンとしてラグジュアリー化大型化を歩むことになったのです。2013年に登場した現行型クワトロポルテにはエンジンや装備の違いにより多彩なグレードが用意されております。大別すると3リッター V6 ツインターボを搭載するのが 3.0S 4輪駆動の SQ4、 4リッター V8 ツインターボを搭載するのが GTS となります。さらにエクステリアとインテリアをスポーティーに仕上げたグランスポーツ系とラグジュアリーなグランルスト系に分けられます。今回ご用意させていただきましたのは350馬力の3リッター V6 ツインターボを搭載する 3.0 でございます。エクステリアをご覧ください。クワトロポルテのボディサイズは全長 5270mm、 全幅 1950mm、全高 1470mm。 同じセグメントに属するメルセデス・ベンツ S600 ロングは全長 5255mm、 全幅 1900mm、 全高 1495mm ですから、クワトロポルテは S クラスロングより 1.5 センチ長く、5センチも幅があるということになります。このボリューム感だけでもクワトロポルテの車格がお分かりいただけると思います。上品なフロントスポイラーやサイドスカート、こちらの車両にはオプションの20インチ裏側のホイールも装着されています。室内を見てみましょう。イタリア有数のファッションデザイナーブランドエルメネジルド・ゼニアがデザインと製造を担当しており、このゼニアインテリアがこちらの車両のハイライトとなります。最上質レザーをゼニアのマルベリーシルクインサートと組み合わせたシート、ドアパネル、ルーフライニング、シーリングライトフィクチャー、シルクには手縫いでマイクロシェブロンパターンをあしらい、シート中央にはマイクロシェブロン織りのシルクインサートが施されております。座席はシルクとレザーのコンビネーションとなり、仕上がりはとても美しく、肌触りも非常に上品です。この室内をご覧いただければマセラティがハンドメイドにこだわる理由がきっとお分かりいただけると思います。また後部座席の空間もたっぷり余裕がありますので、ショーファードリブンとしてもお使いいただけます。さて2016年12月に弊社がデモカーとして登録いたしましたビアンコアルピマセラティクワトロポルテ 3.0 ゼニアインテリア、外装は白、
内装はタンという非常にスタイリッシュな組み合わせが特徴です。走行距離はわずか100キロ、ほとんど新車の状態で、車両価格は消費税込みで890万円とさせていただきました。ビジネスシーンでお使いいただけるフルサイズの高級サルーンです。ぜひショールームでご覧ください。